レッチュベルクベーストンネルと一世紀前に建設されたシンプロントンネルがアルプトランジットプロジェクトの西側を構成するフルティゲンの北側入り口ラロン近郊の南側入り口レッチュベルクベーストンネルはスイスのアルプトランジット計画により建設された鉄道トンネルレッチュベルク規定トンネルレッチュベルクトンネルとも言うベルン州フルティゲンとバレー州ラロンを結ぶ 2005年4月28日に貫通し、2006年に工事が完成、2007年6月15日に運行を開始し、2007年12月9日から全面的な利用が開始された。規定を意味するベースをつけて呼ぶ場合と、そうでない場合があるが、レッチュベルクトンネルも存在するため、このページでは、レッチュベルクベーストンネルと記載する。このトンネルは、 これまでのレッチュベルクトンネルが手狭になったために建設され、古いトンネルの下400メートルを通っている。アルプス山脈を貫く形で建設された。全長34.6キロメートルのトンネルは陸上トンネルとしては、それまで1位だった岩手1個トンネルを抜きゴッタルドベーストンネルの開通まで世界最長の陸上トンネルとなった。レッチュベルクベーストンネルはスイス国内を通行する。 道路交通を緩和するために建設された。ドイツ国内で列車に車両を搭載し、スイスを通過して、イタリアで降車させる運用が考えられている。また所要時間が半減することになるため、ドイツの旅行者がスキーリゾートに行きやすくなり、バレー州がベルニへの通勤圏内となるという効果を持っている。総工費は8億4000万ドルの予算超過を含んで、約35億ドル。 アルプトランジット計画では、同じようなトンネルとして、ゴッタルドベーストンネルも建設され、2016年6月1日に開通した。プロジェクトには、バレー州でエローヌ川を横断する2つの橋と、改作工法で建設された 2.6km のエングストリジトンネルを含んでいる。アルプトランジット計画の高騰する予算のため、より重要なゴッタルドベーストンネルに資金が回される。 ことになり、レッチュベルクベーストンネルは一部の計画が未完となっている。予定されていたトンネルは2本の並行した単線トンネルで構成され、300メートルおきに連絡路で結ばれて、非常時にもう片方のトンネルを避難に利用できるようになっていた。現状では南から北へ向かって最初の3分の1が伏線で建設され、 次の3分の1は単線のみ線路が付設されも、う一方は掘削のみ、最後の3分の1は単線のみである。この区間では調査校が避難に用いられることになっている。全体の計画は3段階に分割され、現在はフェーズ1のみが完成している。フェーズ2とフェーズ3は同時に施行される可能性もある。プロジェクトの全面完成には、 さらに10億スイスフランが必要とされる。この単線区間の存在が線路容量を大きく制約しており、線路が列車で飽和状態となっていることから2016年に伏線化の計画を行う契約が発注された。伏線化には10億スイスフランがかかると見込まれている。この策定された計画は2019年春に公表され2021年から2022年に かけと建設が始まり、2028年までに完成させる計画となっている。新トンネルルートは1日あたり110本、また新トンネルルートに単線区間があるため、9トンネルは66本の列車が運行する予定。110本のうち30本が旅客列車、80本が貨物列車となる。インターモーダル貨物輸送用の列車は最大4000トン。 全長1500メートルに達するため旧トンネルを通行できない。21キロメートルにわたる対比線の存在しない、単線区間が存在するため、7分以上遅れてきた。列車は旅客列車であれ、貨物列車であれ、さらなる遅延を招く旧トンネルに回されるか、次の空き時間を待つことになる。線路の敷設は2006年7月24日に完了した。その後、 1000回以上の試運転が実施され、E t o x レベル2の試験も行われた。2007年6月の開通式後は12月の全面運用開始まで一部の貨物列車がトンネルを利用する。またシュピーツからブリークまで無停車のインターシティもトンネルを利用することになったが、本来約30分で通過できるところを従来の時刻表に基づいて56分で通過している。 2020年2月6日にトンネル内に水が侵入したため一時的に閉鎖となり、2本のトンネルのうち1本が翌2月7日に運用を再開、残りも2月20日に運用を再開した。しかし3月14日にさらなる水の侵入があって、普通となり、直接水の影響を受けなかった西側のトンネルは翌日運行が再開されたものの、 大きく浸水した東側のトンネルは6週間にわたって閉鎖され、4月24日17時に運用が再開された。浸水した区間は水を通しやすい石灰岩を通過しており、山体内の水のバランスの変化は予測しがたいため、監視カメラを設置して定期的に検査を行うことになった。また長期的には列車の運行に影響を与えずに浸水と土砂の 流入を排除できるように大きな排水タンクを備えることが計画されている。ありがとうございます。